はい、皆さんこんにちは、相葉の不動産の遠藤です。今日はですね、これから新しく相葉建設が分譲を始める東村山市の土地について紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、このどこの軽井坂みたいな深い堀がですね、近くにある、まあ、そういうロケーションになっていきます。エリア的にはですね、東村山市青葉町というところになるんですけれども、駅が少し遠い場所にいたります。一番近い駅が武蔵野線の新秋津駅、およそ2キロぐらいありますので、徒歩でいうと24、5分という距離ですね。まあ、その分今もとても静かですけども、まあ、閑静な住宅地ということになるんじゃないかなと思っております。ではちょっと行ってみたいと思います。こちらですね、今まだ更地のままになってますけれども、ここが今回4軒ですね、土地を4つに分けてこれから区割りをして分譲することになっていきます。もともと林だったのと、それから公園として使われた土地なんですが、まあ、地域の方の行為でですね、一部公園として提供されていたというふうに聞いています。今現状まだ広い状態ですけれども、この土地を順番にですね、この道路に向かって向こうから1区画、2区画、ここは3つ目、3区画ですね。で、最後あの奥にもう1区画、4番目の土地ができる形になります。ちなみに4つ目の土地はですね、出入りはこちら側に通路ができて、まあ、いわゆる旗竿とかっていう土地ですね、ここに通路ができて、こっちが4番目の土地ということで、4つに分けてこれから分譲していきます。ちなみに販売の計画上はですね、 1,2,3 の真ん中の2番の土地とこちらの4番の土地を、いわゆる建て売り住宅という形で、当社で今計画をしているものを建ててお売りするという予定をしております。およそ土地の広さはですね、113平方メートル以上、まあ、建物がだいたい延べ床で27坪とか28坪は建てられるサイズの土地に分かれていくという予定をしています。はい、そして今まで過去にですね、八国山でも分譲したことがあるんですけれども、全体として大きな特徴としては、建物外壁ですね、外の壁は、板張りにしましょうというルールになっていますので、町全体としてすごく整ったイメージにしていければなというふうに考えています。で、建て売りの方はもちろんプランは決まっていくんですが、現状で1番と3番の土地に関して言うと、その外壁のルールはあるんですけれども、建物設計は皆さん自由にしていただけるという、いわゆる建築条件付きの売り地ということで販売をしていくことになります。さあ、そして、まあ、先ほど冒頭最初に見てもらった林もそうですが、ここがですね、東京都が所有している土地になっているんですね。まあ、保護林という形で、東京都は基本的には緑として残していきましょうということで所有している土地になっていきます。それぞれ土地はどれも特徴が出てくるんですけども、特にこの4番方位でいうと、こっちはだいたい東の方になるんですが、見ての通り基本的には家がない、大きなマンションもないので、窓にカーテンなんか押しなくても、そのまま外の景色と中をこう繋いで暮らすことができるような土地になるんじゃないかなと思っています。まあ、過去にもそういった場所であのお家を建てさせてもらったことがありますけども、まあ、駅が遠い分少し閑静だったりとか、そしてこの深い緑にこう囲まれた暮らしができるというのが、まあ、この土地をね、買おうと思った一番大きな理由になっています。土地によって見える場所はもちろん変わってくるんですけども、まあ、向こうにも同じような東京都の保存林があったり、それからちょうど角地として広い道路がぶつかってくる場所になっているので、どちらの方向にも多分見通しだったりとか、それから風通しみたいなものは確保できる、まあ、4軒それぞれがそれぞれの特徴を持った分譲としてできるかなと思っていますし、まあ、過去にも申し上げた板張りで全体の街のデザインができて、それからそれぞれの敷地にも樹木を植えることを基本としてセットをしていくつもりになっていますので、こういう緑に囲まれながら自分の敷地の中にも緑があるような暮らしができればなと思っています。はい、この場所でどんな暮らしをできるかしてほしいかということをいくつか考えているんですけれども、まあ、駅が少し遠いということもあるんですよね。ゆえに緑が深かったりとか、で、東村山自体が緑地公園が多い場所なんですね。いわゆる郊外という暮らし方になると思うんですけれども、その中で自分の家の中では例えばハンモックを吊らして暮らすだったりとか、それからお庭にそれこそキャンプをするような家キャンプみたいな形でテントを張ったり、ちょっと火を焚いたり、
そんな暮らしができればいいなと思ってますし、縦折りの区画の中にも自転車ですね、ロードバイクが入れるような、それからアウトドアの道具が入るような、少し広めの玄関を、土間のスペースを作れればなと思っています。家の中、敷地の中でそういった暮らしをしつつ、ここからちょっと足を伸ばすと、まあ、郊外、東前の中で緑だったりとか、それから遊水地みたいなところありますので、そういったところと家の暮らしが連動できるような街づくり、それから暮らしの場所としてここを提供できればなというふうに考えております。ここは今紹介した土地のすぐ裏手にある、隣接している、まあ、東京都が持ってる保護林っていうところですね。今もね、鳥の声がこうやって聞こえてますけど、まあ、朝なんか相当鳥の声がね、普通に家まで届くんじゃないかなと思いますし、ちょっと拾うとこうやってこの時期どんぐりがいっぱいこうやってもう山が落っこってる、まあ、そんな場所が家のすぐ裏にあると、まあ、本当にちょっと来たらね、自然をそのまま感じることができると思いますし、まあ、こういう雑木林って今ちょうど秋ですけどね、春は春で夏は夏で、まあ、冬も冬らしくいろんな気持ちいいね、時間を提供してくれるのかなと思ってますので、まあ、こんな場所で暮らすことができるのが好きな方にはもってこいの場所じゃないかなというふうに思っています。